はい、どうも、ラリホンです。というわけで今回はみんなのとこを見ていくんですが、今日はまずね、こちら、謎プレイ総集編6というわけで、こういうね、おすすめ動画に流れてきて、まあ、こういうなんか急におすすめ動画に流れてくる総集編系って面白いことが多いんで、ちょっと期待して見ていきたいんですけれども、まあ、投稿にした名前、ガノンおじさん言いながら、カズヤとテリーがグーでね、ガノンも混ぜてあげてほしいんやけどさ、まずもうサムネのキャラもガノンもおりませんけど、ちょっと待って、もう一回ブローして、いやもうバグってる。ジョイコンがさ、こうやってるとさ、戻したくても戻らへんのよな。先に進んでくっていう、さっきみたいに。さあ、今、ジョーカー、何なんか判定おかしかったよね。さあ、これ DA して。横スマ当たらなくて2回目。今の当たってないのに、ドンキーの当たってないやつに当たるんだよね。難しいゲームですよね。さあ、空した連打しまくってますけど、まあ、意外とこれ強いんですよね。なんかファルコンとか、なんかメテオとか振りやすいキャラで意外とずっとメテオ振るのが強かったりするんですよね。実際通用してましたしね。さあ、え？プリン跳ね返って、チャージ。今どっちが勝ったんか分かんねえよ。今静か勝ったんか。いいね、横すまれんだ。やっぱ連打って強いのよ。ブッパじゃなくて連打なんですよ。あ、これ連打集ですね。謎プレイ集言うてますけど、これ間違いなくこれ連打集ですね。横すま入らなくて空港隙ついたね。油断してるとね、あれでも死ぬからね。無駄なとこしっかりカットしてくれてるわ。うまいじゃん。ガノン、普通にガノンうまっぷりやったけど。反転指はほんまに、マジで？ちょっと待ってくれ。ガノンの空中魔人剣のプレイ見ようと思ってなかった。え、これ実はめちゃくちゃうまい人なんじゃないか？この感じ。いろんなギャラで相当レベル高いプレイあるぞ。はい。せつな飲み切り。横綱入らんくて。さあ、横綱前に進みますから、どっちが先に当たるのか、どっちだ、どっちなんだ、どっちも、どっちも、すごいな。そんなことある、やろうと思ったらできなくね。さあ、どうする、阻止は来る。判定、ゴミすぎるでしょ、尻尾判定。受け身する、受け身して、受け身しても奇跡の復帰が見えると思ったのに。あ、もうかわいそうすぎる。今のハッサムちょっとよくないよ。今のハッサムよくないよ、さすがに。ひどすぎる。人の心ない。ポケモンだからないか。さあ、空中へ空中へ空中へして。はい。普通にうまい。謎プレイ言いながらね、うまいプレイめっちゃ多かったね。あ、終わりか。いや、早かったね。新しいのラリホン5。ミセップシューというわけで、パート0。ラリホン5って何？語がわからんだけど、まあ、ラリホンファン S というわけで見ていきましょうか。誰でしょう、まあ、フォローしてるんで、普段見てる人と思うんやけど、S がついてる人結構いるんですよね。鈴木さんとか、鈴町知識さんとか結構いるんで、誰なんでしょうか。魔人剣？さあ、復帰魔人剣ロマンあるよ。背中 DA して、どうする、横尾。普通にうまいガノンムーブというわけで、いいね、今の。さあ、次は、スネークネス？何が起こる？さあ、空港でバースして、スネークか、これ。最終ストック、流れるように奪っていく感じかな。さあ、四方置いて、もううまそうやもんな、これな。もうなんか狙ってることがうまそうやもんな。空港して、どうするんだ？いや、これ、いいね。神ムーブ集やな。俺、こういうの好きよ。なんか、確定してるコンボも好きやけど、こういうアドリブコンボが結構俺好きなんですよね。さあ、上 B して、空前当たらなくて、毒マリっぽいね。さあ、空上して、どうする？流れは継続して、今の入るんだ！NB、カプセル当てよこそとか入るんだね。さあ、これはジョーカー？はい。サイコロの判定バケモンすぎるでしょ。どうする、これ空港して、はい。阻止展開ですが、なんこれルイーシがあんだけ言ったのに、お母さん、お母さん言ったじゃない、ルイージには阻止しに行ったらダメって。お母さんあんなに言ったのに。さあ、普通に上ビーだけで死んでしまうガノンドロフさん。早く2ストック連続上ビーで死ぬ確定ですかな。うん、そんな気がするな。やめてほしい、やめてほしい、ほんまに、ほんまに。しかも、ねえ、ちょっと、ねえ、移動回避で、ちょっと抵抗したら、さらに見せられるっていう、悲しいガノンの運命。さあ、このアプリン、財布には横火なんですよね。横火のハンズで財布まで、くぐり抜けていこうというわけで、これねえ、もう地面の奥深くまで歌声がね、通りますから、歌声がやっぱり素晴らしいんで、腹から声出してるね、プリンっていうのは。いや、普通にうますぎてね、まだある？さあ、横すま、やばいことするねやばいことしてるねそれ。もう一回そっから繋げていく感じか、うん、掴んでダウンして、もうやばいことしてるね、この人。
あなた一体誰？うん、誰だ？自己申告しなさい。これだからレミーはやめられないというわけで、あ、レミーって言うんですね。あのなんか、虹色の鶏みたいなやつ。レミーね、まあ、パジュニね。まあ、パジュニ確かにね、面白いコンボ多いですよね。ちょっとやられるとね、抜けれやんコンボも多くて悲しい時あるけど、まあ、見とって面白いコンボめっちゃ多いからな。なんでしょうか？どういうコンボ？逆転とかじゃけども圧勝だね。三立て寸前ゼロパーから入って。嘘でしょ？嘘でしょ？そして、ロボット、ロボットはかわいそうじゃない。ロボットはいつもガノンのことをボコボコにするから、ロボットはかわいそうじゃない。レミー、お前やるやん。嵐のミスプレイデデデウェビー撃墜というわけで、何でしょうか。ウェビー、え、ウェビー追撃、撃墜じゃないのか。ウェビー追撃見たことあるってサブになりましたけど、まあ、なんかブレイクしてからゴルドを当ててウェビー確定メテオコモとかあるのは知ってるんですが、それか、そんなことないか。うん、見たことあるって言うぐらいだからないんじゃない。うん、どれ、これ、これか。メテオとかじゃねえ。ただのミュウツーに崖上がりめちゃめちゃ厳しい選択肢を与えて有利にウェビーを当てていくムーブやったけど、普通に強いじゃん。私同じ本、VIP 落ちの日常というわけで、え、それ悲しいね。あの、VIP の門番してるわけや。VIP 入ったり、VIP 落ちたりして、もうそのね、VIP と非 VIP の扉にずっといるんですね。うん、そういう人が一番強いんで、見ていきましょうか。日常。はい、マリオ。これは、クー下のポージングですね。はい、マリオの、まあ、そこそこ面白いのかな。まあ、日常言うてますけど、はい、上積まして、空母、空母、うまいよ、はい。下投げして、はい、はい。あー、なるほどね、サムネの伏線回収だ。でもこれ人型のさ、マリオと同じサイズ感のキャラにさ、即死コンボ決めるのは普通にうまいと思うんですよね。やっぱりその、重量級とかはさ、決めやすいじゃないですか、判定も当てやすいから。今、すごい、俺は見逃さんかったよ。流れるようにアピールしましたけど、今、見た？みんな。流れるようにアピールしましたけど。じゃあこれ、オンラインじゃねえじゃん。あ、右上10分試合だし。うん。オンラインじゃなかったわ。うん。やっぱりもう、門番に疲れたんかな。うん。VIP と非 VIP の間の扉に居座る門番にちょっと、ね、疲れちゃったんかな。でも普通に、やっぱ上手いですよね。やっぱもう、そのレベルまで行くとね、まあ、シンプルにもう VIP レベルまで行くと、やっぱり、あれですよね。こういう即死コンボ系はもうお茶残されですよね。あとはもう、ね、バースト拒否なり、ねえ、その、相手からの、間合い、相手の、その、間合い管理でね、相手の攻撃を受け合いにするとか、そういうところはあるけどね、もうさすがに VIP レベルは、コンボは余裕っすもんね。だから、ちょっと俺からアドバイスをすると、あの、あれっすね、うん、敵からの攻撃を食らわんようにするのが、やっぱ一番かな。うん。やっぱ VIP 安定してる人はね、やっぱり、バースト級上手いと思うんで、今、耐えるべきみたいな時。だから、その 100% いった時に、すぐ死んじゃったらもったいないわけで、150% まで耐えれるポテンシャルあるキャラやのに、100% で死んじゃったらその 50% 分もったいないよねっていう感じですよね。うん。だから次のストック 50% 損してると思うと結構わかりやすく、ね、損してる感があると思うんで、まあ、バースト拒否ね、俺は結構バースト拒否ね、結構極めてる自負してるんで、大事です。さあ、マリアが見つかるんだ。ガノン、やるね、ガノン使ったらいけるよ、VIP。あの、このゲーム一番ね、VIP 行きやすいから、あの、ガノンとカズヤって言われるんで、ぜひね、おじさんを使ってほしい。マリオもおじさんなんだけど、まだ若い。25歳ぐらいだから。まだ若いわ。世界一意味不明なサドンです。というわけで、これね、人気ランキングにあったんですよね、動画の。これさ、絶対おもろいやん。人気ランキングにある、こういう系で絶対面白いですよ。まあ、サムネが可愛いからいいねしてる人も結構多いと思うんですけど、こういうのって。あ、そうです。さあ、セコこれはなんだ、スピリットアリスペシャルランドかな。これ死なへんのね、上とはいえ。これどうすんの、これ届かへんくね、グワーじゃなくてこれやべえやん、この構成。え、今のさ、多分ジャンプ強化系と、まあ、スペシャルランド軽い系とかだったと思うけど、あれ無限にね、天空に折れますよ。あれ最強じゃね？完璧やな、日本。ポケモン再現クイズ、鋼編3というわけで、あの、他タイプはないの。
ワン、ツーと来ましたけど、ね、他タイプないんすね、多分。これ、行くわ、多分、鋼編10まで。で、モンスターボールから出てこないポケモンも出るって前回分かりましたから、結構むずいよ。俺、新ポケモン知らんからね。ヒートランやったから、この前ね。さ、メタルか、まあ、鋼タイプやもんね。はい。え？盾があるのが、何か。え？盾があるのが何か。これはヒント？でもね、ザマゼンタ盾やけど、あれはちゃうもんね。あーでもウーフやもんな。剣と盾のキャラおるやん、ポケモン。ソードフォルムとガードフォルムみたいなあるやつ。そう、ギルガルド。ギルガルドかと思ったんやけど、違うか、あれ鋼じゃないもんね。誰？わかんねえ。ザマゼンタかい。ザマゼンタで鋼タイプ入っとったん？ザマゼンタ格闘鋼なんだ。俺剣盾やっとったけど知らんかったわ。ちゃんと正解の名前言うたのに、それ違うもんなとかいう意味不明な回答をしちゃいました。嵐の日本激痛演出クイズ39位というわけで、39位ってやばない？てか39位ってやばない？39位もそのクイズにできる激痛演出を出してるのがすごいって毎回言ってるんだけど、これは本当にサロなんかな、そういう場面に合いやすいのか。さあちょっと見ていきましょう。カムイ、でもこれさ、カムイクラウドチーム多分空中上食らってるな。クラウド、そこにカムイが攻撃中の相手に、あ、違う？違うか？え、空中じゃない多分。あ、完璧だ！来た！俺すごいね。最近なんかこれの才能開花してない？はい、どうもー、尺稼ぎ TV です。というわけで、2日ぶりのみんなのとこかな。やっぱ土日はね、毎回みんなのとこ見ないんですけれども、皆さんコメントね、よろしく。今日忘れたとは言うの、初めに。最近ちょっとコメントがね、少ないんですよね。言うのもあれですけど。で、少ないのは、まあちょっと力不足なんかもしれんけど、数字が多くてさ、俺、まあ1コメとか別になんとも思わんタイプやと思っとってんけど、ちょっと思ってきたわ。うん。コメントが少ない動画に数字しかないと、なんか、来るね。うん。まあ動画はいいわ。ショート動画でさ、1とか言わんとよくない？ショートはいいわ。うん。ショートは控えてくれ。うん、数字言うの。もう動画は A にしろ。ショート動画は、数字じゃなくて日本語を話してほしいかなと。まあ、もう動画も数字じゃなくてね、数字の隣に日本語なんて俺読めへんから、俺、数字読めへんからさ、この人なんて言ったのって。なんか、縦線入っとるけど、縦線コメってなんだろうみたいな。読めへんから、俺、日本語しか読めへんから、日本語以外の記号を使わせてくれんから、もう動画もショート動画もみんな日本語使って、俺読めへんから、読めへん。